Hi everyone! It's me, Daiki! よろしく頼むぜ。というわけで今回はね、久しぶりの実況動画。ゲームスタート。今回の役職はビレッジャー。ただのモブだ。だが私はただのモブで終わるつもりはない。何かしらのレジェンド、伝説を残して帰るつもりだ。そうだ。で、なぜ今回ヒューマンを切ることを人道殺とプレッシャーだと思ったけれど、人道殺はね、そう、そのね、相手の花見をしてようディッスンするから、つまりね、あまり自分が喋らなくていい。つまり久しぶりの実況にリハビリにちょうどいいと思ってね、それともあと少しリクエストが来たことかな。まあいいや。戦おうじゃないか。この中2名の人狼を見つけることが我々のミッションだ。朝が来ました。The morning has come. 朝を訪れ続ける。変わらぬ太陽がこれからもだ。昨夜死んだのは。ナンバーファイブ is dead. だがこの死は無駄じゃない。5番。君の遺言がヒントになるかもしれないからな。そうだ。というわけでナンバーファイブ。君のヒントを頼む。あんたの犠牲は無駄にはしない。5番。この痛みは俺が生かしてやる。のプレイヤーは発言してください。ナンバーファイブ、レスポンプレイス。ちょっと俺ラーメン食べるから。ラーメンか。追加して放置するね。ちょっと待て、放置するね。おい、ちょっと待て、お前待てよ、お前追加して放置して、お前ちょっと待て、お前、おい、ちょっとどうすんだよこの時間、お前カット確定じゃないか。まあこうなったらしかない、待つしかない。私はな、本当に最後まで何も喋らなかったな。まああんたのビル、あんたの意思は伝わったよな。6番。つまり今度は俺の意思を見せる番だ。発言してください。はい、レッスンジャルメン、私の名前、マーズ151に感謝。この戦いは非常にある。勝利を手にするものもいる。敗北を味わう者もいる。でも戦わなきゃいけない。それがディスティニーなんだから。この運命から抗うことができない。これが超勝負の世界、バトルの世界なのだから。さあ、私はな、融和の平和の力。だが、私は外部は外でもな、立派なナイスガイな。平和と融和の力を持ってな、人道任務、エクスキューションする。そうだ。この世界を救う。やらなくちゃいけないんだ。できるできないじゃない。それが私のミッションなのだから。というわけでね、まずは裏打ちのカミングアウトプレイスだ。では、ナンバーワンをトレガー、綺麗に発言頼むぜ。1番。さて、のプレイヤーは発言してください。お前の発言聞かせてくれ。あのさ、うん。このゲームってさ、人狼したいから入れるゲームじゃんか。そうだ。君は人狼が上手くないから、こういうふうなことやってるんでしょ。ねえ。まあ、真面目にさ、真面目にやってさ、やり込んでるやつをギャフンと言わせてみなよ。まあ、それだけ脳が足りないからこういうことしかできないんでしょ。ねえ。違うの。なんか言い返してみろよ。そうだな。そうかもしれない。だから、おい、聞け、2番みたいなゴミ。お前はそういう価値観を持ってるかもしれないけど、お前みたいなやつが全てじゃないから、お前から村を開いて人を招待してる時点で、お前にそんなこと言える、お前は言えるような行動してないんだよ。これ大丈夫か？わかるか？わかるか？私にはわからん。説教を垂れたいならそれだけの実績を作れ。以上。2番。世界を救うのに実績が必要なのか？発言してください。世界を救う意思。ではナンバー2をお願い。6番さん、自己紹介ね。一生懸命してくれてありがとう。父がい、把握です。1番さんもアホ把握です。以上です。3番。これ。のプレイヤーは発言してください。まあ、ナンバー3をお願い。お前らなんてね、生きる意味ないんだよ。そんなことはない。何で生きてんだよ。死にたくないから生きてるんだ。何してんだよ。戦ってるんだ。なんだよ、お前ら。お前も好きゲームしてんだよ。人道じゃないの。お前ら生きてる意味ねえんだよ。僕が。だったら今から探してやるよ。死ね。4番。お前に言われて死にたくはないな。のプレイヤーは発言してください。少なくともこの世界が死ぬまでな。もうやる気なくなったんだけど、これ。薬でも捨てるのかな、6番さんは。もう、ちょっとやばいね。2番さんは何言ってたっけ？ 6 番さんってご紹介ありがとう。1番さん？何？ 1 番さんはアホ？どういうことやね。意味わかんないんだけど。違うゲーム行った方がいいですよ。でもこの世界は可愛いとな。そう、ミスに縛られちゃいかん。クソガキ、はい、そうですか。クソガキですよ。はい、まあ、たかがね、たかが上だからって調子なんだ。そして。まあいいや、6番さん釣ります、今回。ちょっと待て、今6番釣るって言ったの、プレイヤーは発言してください。ちょっと待て、わいなぜ6番を釣るほどやってしまったな。おかしいだろ。私はこの世界の救済者だ。死ぬ理由なんかどこにもないぞ。いいか、また占い師のカミングアウトプリースだ。占い師のカミングアウトだけで我々の世界、そう、そもそも情報がないんだ。戦争するには情報が必要だ。だからそう、我々は戦わなければ、まず占い師のカミングアウト、もう騎士でもいい。そう、でも僕はただのモブだ。いや、モブじゃない。僕はただの村人だ。村人でもな、僕はこの世界の救世主だ。救世主だ。そうだな、運命。じゃあ俺はそうだな、4番さん。じゃあ俺は2番を釣ろうじゃないか。そうだな、決まったよ。俺はナンバーズ、あんたと戦うよ。俺はあんたを釣って世界を救う。まあもちろん俺の勘だけどな。でも何もしないのはいいはずだ。1番。
のプレイヤーは発言してください。ナンバーはコネクションエラーだよな、これ。コネクションエラーじゃねえか。2番のプレイヤーは発言してください。この世界が荒れた原因で、今俺も悪いけど。ナンバーさんはもうクソガキですね、はい、これ。もうちょっとね、もう暴言すぐ入っちゃうしね、もうちょっと。別にね、そのゲームごときにそんな真剣にやらずにね、楽しくね、人それぞれの楽しさっていうものがあるんでね、そこを尊重しないといけない。じゃあ、うるさいって言わないでくれ、受け入れてくれ、僕のことも。ですよね。あ、ちなみに6番さん、うん、僕ああ一応小学校の時キックボクシングしてまして、うん、中学校では、関西チャンピオンになったんですけど。すごいじゃないか。はい、しましょうか。いいですよ。何、はい、そっちで戦うしましょうか。そっちで戦うの俺。かかってこいや。3番のプレイヤーは発言してください。世界チャンピオン行くレベルがさ、こんなことしてるんだよ。で、ナンバー3。お前らに生きてる価値はあるのか？ねえだろ。生きてる意味あるのか？ねえだろ、お前ら。生きてる意味あるのか？ねえだろ。4番。これ、うならしてる人じゃねえよな。発言してください。ナンバーさんもそんな世界チャンピオン行けるレベルならさ、力の使い方間違いないで、その力を正しい方向に使えば世界はいい方向に回るんだから。つまんないね。あ、2番。2番さんは、煽るな、お前も。科学死にや死なねえよ、バーンが。あんたが煽るからおかしくなるんだろ。ぐじ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 って、お前。絶対弱いやろ、そこれ2番釣れるかもな、でも。口だけだね、そういう人って。うん。まあ、ここから6釣れてんじゃん。なんで？科学死ねえ、死なねえゴミが。ナンバー2つってくれよ。投票を始めてください。ナンバー2を除去する。はい、エクスキューション、ノーオラじゃないべ。いや、ナンバー2これ釣った方がいいだろ、どう考えたって。ナンバー4もナンバー2に裏に持ってんなら、俺じゃなくて、なんでナンバー2じゃなくて、なんで俺を釣る中になってるんだ。ナンバー4も裏に持ってんなら、俺を釣るじゃねえ、ナンバー2を釣るべきなんじゃないか。そうだろ？で、タイムハーズカムで。6番のプレイヤーが選ばれました。ちょっと待ってくれ！なんで？俺まあ確かに俺のゲーム終了。人狼の勝ちです。ああ、ナンバー2とナンバー4が人狼同士だったのか。だから二人とも喧嘩はしたけど釣らなかったってことか。で、ナンバー3は売らない。やはりこの世界を救うのは難易度が高いな。ああ。さあ、でかったかな、今回のヒューマンルフキル。まあ、ちょっと久しぶりに実況したから、あんまうまくできてなかったらごめんね。でも、まあ、やっぱりこの無法地帯こそがヒューマンルフキルなのかもしれない。メンタルはボロボロになるけど、まあ、これを楽しめて一人前なんだろうな。で、というわけで最後に言ってくれるのは、シャンゲンベイビー。バイ。久しぶりに実況したからうまくできてなかったら、ほんとごめんね。うん。